公益財団法人東京都保健医療公社東部地域病院は東京都葛飾区にある医療機関公益財団法人東京都保健医療公社が運営する病院である。1982年12月の東京都長期計画において区東部と多摩南部にそれぞれ1カ所の病院を建設すること、そしてその運営については公設民営方式を取ることが発表された。 これは、東京都の内区東部の墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区については、相対的に病院が少ないことが理由であり、新病院においては、プライマリケアの支援や、病診連携の促進を図ることなどが目的であると、された。診療機能については、重点医療として地域に不足する、循環器医療、及び、救急医療を行うことなどが、 東部地域病院建設委員会から報告された用地についてはとあり地に決まり1988年3月に着工された建物等については校舎が東京都から無償貸付を受けている1990年7月27日に開院現在は東京都のエイズ診療協力病院東京都災害時広報医療施設地域医療支援病院 臨床研修病院である。先進医療として、ハドラ・ポーまたは、CDDST 法による、高悪性腫瘍患受精試験、頭頸部眼、乳眼、肺眼、眼性胸、腹膜炎、子宮頸眼、子宮体眼または、卵巣眼にかかるものに限る、を行っている。初診時に紹介状がない場合、保険外併用療養費として四千二百円が別途、加算される。 なお、現金については、病院内に、水保銀行の ATM が設置されている。ありがとうございます。